どうもこんにちは。今回なんですけれども、網戸の張り替えに挑戦してみようかなと思います。今ですね、こんな感じに破れちゃってます。家にですね、まだ小さなお子さんがいたりすると、こう押しちゃダメだよって言ってもですね、こう押してしまったりとか、あとはこうもたれかかったりとかしてですね、結構破れることがあるんですが、どうしてもですね、これ張り替えでお店に持っていくと、まあ、お店によって違うと思うんですけれども、何千円か取られるっていうところが結構あると思います。今回この網戸なんですが、お店で張り替えてもらってからまだ2週間ぐらいしか経ってないので、さすがにですね、もったいないなと思って自分で張り替えることにしました。張り替えのために買ってきたものなんですが、まずこれが替えの網ですね。 91cm×2m で、値段なんですが、このネットが298円、張り替え用のゴム、4.5mm×7m、これが190円。このゴムを押さえつけるために使うこのローラーなんですが、ローラーが158円で、網戸用のクリップ、まあ、これは普通のクリップでも代用できるとは思うんですけれども、またですね、いつ網戸が破れるかわからないので、まあ、なるべくやりやすいようにということで今回これを買いました。2個入りで348円なんですが、これが一番高かったです。で、最後に余ったところをカットするカッターですね。これが170円です。で、まあ、買った結果ですね、1500円ぐらいで買えられることが分かりました。で、1500円ぐらいで買えられる上に、この辺はまた次回使えるんで、まあ、実際はこの2つだけを次回から買えばいいという感じです。なので、これがですね、2つでだいたい500円ぐらいなので、次回からは500円あれば網戸の張り替えができるという計算になります。で、網戸の張り替えなんですが、結構ね、素人ではできないと思いがちなんですけれども、この網戸をどういう原理でつけてるかというと、この枠がありますよね。この枠があって、これゴムあるの分かりますかね。ここに要は、枠の上にこの網を張って、それをゴムでこう止めて、いらないところをカットしてるというだけになってます。この辺だとですね、もっと分かりやすいんですが、こんな感じでゴムがあるんですよね。で、ゴムをどけるとですね、こんな感じで縁があるので、ここにこうはめていくっていうだけの作業です。なので全然難しいことではないですよね。で、今回ですね、僕は 4.5mm を買ったんですけれども、各ご家庭のですね、このサシの種類によっては、多分3種類か4種類ぐらいこのゴムの太さがあるはずなので、まあ、その辺はですね、ホームセンターなんかに行くとこんな感じでですね、太さを調べられたりするので、まあ、家のですね、網戸を張り替える場合は、まあ、このゴムを適当に切ってですね、実際お店に持って行って調べてみるといいと思います。はい、それではですね、ゴムを外していこうと思います。で、今ですね、ここにこうゴムが来てますよね。で、こっち側もこう来てるんですが、元々はですね、ここぐらいまでありました。ここぐらいまであったんですが、お店で太さを測るためにここの部分をですね、カットして持っていきました。なのでちょっとここ間が空いてるんですが、網戸を調べてもらうとこんな感じで絶対継ぎ目があるようになってます。まずはですね、この継ぎ目からゴムを外します。まあ、マイナスドライバーとかあればですね、そういうものでやっちゃえばいいかなという感じです。で、こうやって引っ張り出しますね。こんな感じでですね、ゴムを引っ張り出したら、もうあとは外していくだけです。こんな感じでですね、ゴムが外れました。このゴムは使い捨てなので、もう捨ててしまいます。そしたらですね、この網を外します。はい、で、こちらがですね、新しい網ですね。一応ですね、この網目が平行になるかどうかっていうのを確認しながら貼っていきます。そしたらですね、今度はゴムを入れていきます。この角があって、角よりちょっとこっち側からスタートした方がいいみたいですね。
とカーブが難しいですが、ちょっと頑張ってやりましょう。もう本当押し込んでいくような感じですね。ということでですね、こんな感じでできました。ちょっとですね、最初にやったところはたわみがあったりとかするんですけど、まあまあ初めてやったにしては上出来なんじゃないでしょうか。作業時間としてはですね、今回初めてやったんで時間かかったっていうのもあるとは思うんですけど、大体30分ぐらいでこっちとこっち側が貼れる感じですね。まあこの辺最初止めといてですね、こうゴムを貼っていって、1辺2辺が終わったら、こう3辺4辺のところは外に引っ張りながらですね、こうゴムを入れていけばいいという感じでした。これからですね、季節的にもどんどん暑くなってきて、網戸を使う機会っていうのはどんどん増えていくんじゃないかなと思います。で、こうやってですね、自分で張り替えられるってことが分かってれば、子供さんがわーっとなってこう網戸破っちゃったりとかしても優しい気持ちで許せるんじゃないかなと思います。うちのたこ焼きくんもですね、これを直したことで怒られなくて済むと思うので、まあ、よかったよかったということでしょうね。ということで今回は、網戸の張り替え DIY でした。